はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日のお昼ご飯は先日食べきれなかった八宝菜の残りを使って八宝菜の塩ラーメン作ってみました。あんかけ塩ラーメンっていうんですかね。こちら作ったんで今日のお昼はこれをいただいていきたいと思います。では早速いただいて、ちょっとね時間経っちゃってて八宝菜ちょっと色悪いんですけども、ではこちらいただきたいと思います。美味しいですね。ラーメンは札幌一番塩ラーメン使ってます。あれのなんだっけ、安曇野わさびとかっていうのを使ってます。じゃあエビ、じゃあ野菜サラダも用意したんで野菜サラダも食べていきたいと思います。野菜不足するんで野菜もしっかり食べて、ではラーメン食べていきたいと思います。八宝菜のこうとろみでこうスープの方にも軽くとろみがついて、美味しいですね。ではスープもちょっと、これ半玉って半人分ですね、これスープも麺も一人であれ一袋食べると多いんで半分にしてます。ほんのりわさびの風味もあって美味しいんですよね。このわさびのもう今もう売ってないんでしたっけ、安曇野わさびの札幌一番の塩ラーメン、買い置きしてたのあったんで今日はそれ使ってます。ではサラダも、こんだけなんでも食べちゃいますね。食べ終わりました。広東麺とかはね中華料理屋さんのラーメンでありますけども、塩ベースのこう八宝菜使ったようなこのラーメンってなんて言うんですかね、うま煮ラーメンとかそういう風に言うんでしょうかね。うずらの卵、ちょっとこういう八宝菜を塩ラーメンにのせたラーメンってなんていう名前だかちょっとわかんないんで、八宝菜のあんかけ塩ラーメンという形でいいんでしょうか。白菜が結構いっぱい入ってて、あと豚肉も追加したの入ってるんで、ではちょっとレンゲで具を
こんな感じで最後一口いただきたいと思います。うん、ちょっとスープもせっかくなんで軽く飲んで、うん、あ、こぼれちゃった。では最後にお茶を飲んで、うん、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。今日寒かったんで温かいラーメン食べたくてこれにしてみました。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ではまた後で動画アップしたいと思いますのでよろしくお願いします。今日は八宝菜のあんかけ塩ラーメンをいただきました。ごちそうさまでした。